しまとまっているでございます。本日は大変お忙しい中、私ども新選組協会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また日頃は私どもの事業活動、広報活動に多大なるご支援をご協力をいただいております。改めましてお礼を申し上げます。それでは、副長テレビ広報の新選組のご紹介を開始させていただきます。まず国内液晶テレビの市場動向についてでございます。2011年7月のプラム経済に行いまして、市場の急増、またその反動により、国内の液晶テレビ市場は急速に縮小しておりましたが、2011年度、今市場は底を打ちまして、今後は需要が安定していくものと予測をしております。大幅に需要が縮小している中でも、大型サイズのマーケットは着実に伸びておりまして、50型以上の大画面テレビの金額構成比は、直近では市場全体を 20% を超えるまでに成長してきております。弊社は、この大画面テレビ市場のさらなる拡大に取り組む方針ではございますが、大画面テレビを普及させていく上で、障害的な様子は、大きく3つあると考えております。1つ目は画面が大きくなることにより、一つ一つの画素の粗さが気になり始めていることでございます。また2つ目は、大きな画面ほど照明や窓からの光が映り込み、視認性が悪くなってくることが多くなります。そして3つ目は、これは当然のことでございますが、大きな画面ほど設置に場所を取るということでございます。これに対する弊社の取り組みについてご説明してまいります。まず1つ目の画面の粗さに対する答えが 4K ディスプレイということになります。フルハイビジョンの4倍の解像度を持つ 4K テレビであれば、大画面になっても深さの粗さは気になりにくく、さらに被写体の細かなディティールまで表現できるようになります。今までのテレビでは体験できなかったような圧倒的なリアリティを感じることができるようになります。それにより視聴者はまるで実物を見ているかのような感動を得ることができるようになります。2つ目の映り込みに関しましては、弊社は昨年冬モデルで採用いたしましたボスアイパネルで対決をしてまいります。ボスアイパネルを採用した液晶テレビは画面のコントラスト感が高まり、映像がくっきりと引き締まって見えるようになります。さらに外からの光の反射を大きく減らすこともできますので、大きな画面の隅から隅まではっきりとした見え方でストレスなく視聴していただくことができるようになります。最後の設置スペースに対してでございますが、画面を囲むフレームの組み方とともに、スピーカーを画面下に配置したレイアウトを進めております。これにより例えば、8年前に57型の弊社製液晶テレビをお買い上げのお客様が、同じ横幅に70型の最新テレビを置くことができるようになります。つまり、一気に11以上大きなサイズにお買い替えいただくことができるようになります。本日は、この3つの要素を全て備えた弊社の 4K 対応液晶テレビをご紹介させていただきます。この 4K テレビのマーケットは昨年から立ち上がり始め、今年、来年と急拡大が期待されている注目市場であり、弊社といたしましても力を入れて特許に努めてまいりたいと考えております。弊社は今年2月に 4K 対応テレビの第1弾モデルを発売させていただきました。高精細液晶パネルのメリットを最大限に楽しんでいただくため、このモデルは徹底的なスペックの見込みを行い、高品位な東部シアター用向けのプレミアムブランド ICC ビデオとして展開中でございます。本日ご紹介する新製品は、この路線を受け継ぎながらも、より多くのお客様に楽しんでいただけるリビング向けのモデルとしてご案内をしてまいります。そのため、商品ブランドは、多くの方に親しんでいただいておりますアクオスとし、アクオスブランドの最上位機種という位置づけで、位置づけにしたいと考えております。
製品は弊社が13年間にわたり仮想シリーズで培ってきた技術、またプレミアムモデル ICCP を据えたパネル技術を惜しみなく購入しており、弊社は今後この2つのブランドで高精細なテレビ市場を開拓してまいりたいと考えています。新製品の名はユニティワーシリーズとなります。高精細を意味する用語ウルトラ HD から命名いたしました。 UD1 シリーズは 4K 解像度の持つ台パネル、また新開発の高画質化回路を組み合わせた高画質モデルとなります。その高画質性能の証明として、まず70型のモデルでアメリカの THX 社が実施している認定プログラム THX4K ディスプレイの認証を取得することができます。さらに数々の高音質技術を投入し、 4K 解像度のテレビを楽しんでいただく新しい用途提案も盛り込んでおります。画面のサイズは70型と60型の2種類、発売日が70型が6月の15日、60型が8月の10日を予定しております。価格はオープンカーブでございますが、市場想定価格として70型が約85万円、60型が約65万円を想定しております。弊社はすでに発売済みの ICC 技術に加えまして、新製品の UD1 シリーズで今後拡大が見込まれる大画面高精細テレビ市場をリードしてまいりたいと考えております。今後とも弊社並びに長テレビ学校等どうぞよろしくお願いいたします。長期客を担当しております橋出と申します。続きまして私から新製品 UD1 シリーズのご視聴に関しましてご紹介をいたします。ご紹介通り UD1 シリーズはリビングテレビの最高方テレビと設定されます。その本場の人は良く、高画質、高音質、新たな用途提案、充実した教育機能でございます。それでは一部に紹介させていただきます。まず高画質の第一点ですが、新開発の 4K 持ち合いパネルでございます。先ほどご紹介しましたように、このパネルは従来の液晶テレビの解像度であり、フルハイビジョンの4倍の高精細でございますので、被写体の細かなディテールまで照らすことができます。これまでにないリアルな技術からの映像体験をしていただくことができます。さらにこのパネルは低反射と高コントラストを両立する5歳パネルを採用しております。5歳とはモス、つまり画の目の構造を応用した微細加工をパネルに施すことで、液晶画面の表面の反射を抑えることができるでございます。これにより、4K 映像の微妙な表現の違いまで、くっきりと見えることができるようになります。さらに、この 4K の大パネルは、画面の明るさの品質性を従来機種よりも高め、画面全体の表現にも関わっております。通常の液晶テレビは、画面の明るさに比べない、特に周辺部は中心に比べて暗くなりがちになります。緻密で綺麗な映像信号が送られてきても、最終的に映像を表示する液晶パネルの機能が部分部分でばらついてしまいますと、少した通りの表示ができる、結果的に臨場感が損なわれてしまいます。 UD1 シリーズではこれまで弊社が培った技術をもとに光学設計を取り込むことで、高い機能品質性を実現し、緻密な量産能力を手に入れました。続いて、映像を処理する解像性の技術をご紹介します。今回新たに開発したアクオス 4K マスターエンジンプロは、地上デジタル放送やブルーレイの一定解像度の映像を保管して、高精細な 4K 映像に変換しています。この回路には2つの機能がございます。1つは高速な描写 CPU で入力された 2K 映像を高画質化する回路です。そしてもう1つが
その無形映像を受け取って、4K の高精細映像に変換する回路でございます。有機マシリーズは、この新画像処理回路により、無形解像度の映像を 4K 解像度に変換いたしますので、4K コンテンツがなくても、ご家庭で 4K テレビを十分に楽しんでいただくことができるものと考えています。しかも、無形表示のテレビで、視聴する場合に比べて、被写体の質感や一体感がよくわかるようになりますので、この映像の臨場感を必要とされることができるようになるものと考えています。これらの大きな映像表示能力が認められ、70型モデルは THX 4K ディスプレイの認証を取得することができました。THX とは映画監督のジョージ・ルーカスの取り組みから生まれた認証規格で、非常に厳格なテストをクリアした大きいディスプレイしか公開することができません。つまり THX 認証は運転マシンの高画質性能の証と考えられます。なお本日現在 THX 認証は70型のみの取得でございますが、60型についても今後認証テストを申請予定でございます。続いて高音質性能のライフとして2.1 チャンネルドロップサウンド音声システムをご紹介いたします。 UG1 シリーズはできるだけたくさんのお客様が大画面テレビを購入いただけるよう高音質の小スペース設計を決定いたしております。スピーカーを画面の下にレイアップすることで、小スペースを実現しており、それでありながら高音質を再現できるように考えております。まずは中高域の再生を受け持つツイーター、それとインフルエンススピーカーをしっかりと前に向けて開発することで、お客様の耳の音が直接素直に届くような設計をしております。次にこれらのユニットはテレビ本体と独立したボックスの中に収められておりますので、その再現性を高めることができます。さらにスピーカーをカバーするネットを金属製のパンチング加工をすることで、強度を保ちながら音抜けがよく高い耐候率を達成しております。また低音再生の技術には2つのスパーを2回分けに配置した両バスを対応し、余計な振動が少ない非常に低音の耐用が高いものに通常分配に比べまして、振動が少ない、設計をしています。最後に 4K 高画質ディスプレイを生かした、新提案でございます。せっかくの 4K 対応テレビですから、 4K 解像度をそのまま、高精細映像を楽しみたいという声はたくさん出てくるだろうと考えております。皆様もお持ちの最近のデジタルカメラにとっては、4K 解像度であるカセット版画素以上の画素を持つものがかなり増えてきております。逆に言うと、デジタルカメラの解像度を出すことができる高精細ディスプレイというのは、いかにあまり高かったというのが今までの状況でございます。デジタルカメラの写真を 4K 対応のテレビで映すと、これまで見たことなかった高精細でリアルな写真バージョンを提出することができます。これを利用して大画面の新しい使い方をご提案してまいりたいと考えております。まずテレビの左側面にSDカードが入るスロットを設けています。デジタルカメラで撮影したSDカードを少し押し込むだけで、簡単にテレビに写真を映すことができます。さらにテレビには写真をコピーできる内蔵メモリーを用意しておりますので、 SD カードの写真をテレビに通す、 SD カードをデジタルカメラに挿した後も戻した後も引き続きテレビで写真再生を楽しむことができます。またお買い上げいただいてすぐに楽しめる機能として、高精細な 4K 写真をテレビ本体にリインストールして出荷いたします。内蔵する写真は写真や動画などをコンテンツライセンス技術の方で、
イメージする人が株式会社から弊社が共同で選定したもの。FPC メージ社の豊富な写真ガイドラインの中から、高精細で臨場感がある写真9枚を選定し、内蔵しております。写真は皆様の公共のセットでもデモを出しておりますので、あとのこの展示会や臨場感をぜひご覧いただきたいと思います。さらにそれに加え、国内外を代表するトレーナー会が3点を内蔵しており、合計13点の写真を楽しみいただきます。これらの企業はリモコンにライドショーのダイレクトボタンをつけることで、ワンタッチで簡単に楽しんでいただけるように工夫をしております。その他にも写真を再生しながら音楽ガイドの同時再生機能、BGM 再生機能やテレビの消し忘れを防止する電源自動機能、バックライトの照明を抑えて省エネで楽しみ明るさせる機能など大画面、高精細のテレビで写真を楽しんでいただくための仕様を盛り込んでおります。最後に、その他機能につきましては、ご覧のような、様々な、機能を採用しております。詳しくは、お手元の、資料を見ていただきたいと思います。以上、商品の紹介をさせていただきました。お手元も弊社並びに、弊社一生懸命アップをどうぞよろしくお願い申し上げます。